あ、そういえばね、昨日70万人を突破したことで、うちのパパは本物のパパ、泉パパではなくて、パパがお父さん狼が70万人おめでとうって LINE で連絡してきたんですけど、もうちょっとやめてほしいですめちゃくちゃ恥ずかしいめちゃくちゃ恥ずかしかった。なんか屋号谷号さん、谷号さんに何万人突破しましたって言ったらおめでとうってリップされるのと同じぐらいちょっと恥ずかしかった。こう考えると屋号ってなんとなくお父さんっぽいんだよな。なんか恥ずかしいってなる。なんかわかるうちの、リアルパパに、おめでとうって言われて、ありがとうって言ったけど、うん。あと、昨日、母の日だったじゃないですか。で、みおまま、うちのリアルママね、みおままから、うちね、みおままに母の日のプレゼントを送ったの。そしたら母の日当日に届いたらしくて、でなんかみおままにから連絡来て、ありがとうって来たから、あやべ、プレゼントが先に届いちゃったよと思って、LINE で何か言う前に、でみおままにとちょっと電話したのね。お話ししたんだけど、70万人おめでとう、ありがとう。でね、そしたら、ミオママが、ミオも元気にしてるみたいだしね、って言われて、なんか最初電話で声を聞いて元気にしてるっぽいって思ってるのかなって思ってたんだけど、どうもよくよく話を聞くと、ゴールデンウィークの朝見を見てたんだわ、多分。家族で、パパとママで、見てたんだわ、多分、朝見を。ゴールデンウィークの朝見を見たって言われて、なんか朝見を見たわよみたいな恥ずかしい、ただ単に普通に恥ずかしい、もうごめんなさい、恥ずかしい、うん、そう見られてたか、見られてたかと思って、もう寝起きの声はもう実家にいた頃そのままだったみたいなこと言われて、あー恥ずかしい照れる、うん。もうね、そうなんですよ。もうちょっぴり恥ずかしい思いをしました。はい。5日間全部見たかわかんないんだけど、なんか朝朝ごはんを食べながらね、パパと一緒に見るのがにちょうどよくて見てたわーって言われて。恥ずかしい、ただ単に恥ずかしい、うん、いやそうなんだよ。でなんかしかもよくよく話を聞いてると、なんか朝見をだけじゃなくて、なんか歌も上手になったわねみたいな、ボイトレとか行ってるのって言われたから、うん、ボイトレ行ってるよ、これ絶対歌枠も見てるなと思って恥ずかしい、もう恥ずかしさしかない、もう恥ずかしさしかないよ。もう、めちゃくちゃ見られてたよ。昨日ね、だから電話しながらずっと、あははは、あははははは、へへへへって感じだったんですけど。はい、もう恥ずかしすぎて苦笑いみたいな感じでしたね。うん。いや、そうなんですよ。